フリーランダーは、インドタタ自動車の子会社である、イギリスランドローバー社が発売していた SUV である。同社が販売している車種の中では最もコンパクトな、モデルに相当する。初代初代初代日本仕様のエンジンは、同時期に販売されていた、ローバー75と同じ V6、2.5リッターガソリンで、トランスミッションは、ジアトコ製の5段 AT のみ。 ボディアゴドアとソフトトップの3ドアが設定されていたが、日本では2003年10月のマイナーチェンジの際に3ドアは廃止された。ランドローバーとして初めてラダーフレームとモノコックボディを組み合わせたシャシーを採用。ラダーフレームはモノコックボディに溶接されており、ブッシュマウントとは比較にならないほどの強度を有していた。エントリーモデルながらも ETC や HDC といった装備に加え、イブドも搭載しており、キャッチコピーの合絵アやビヒクルを体現しようとしていたことが伺える。デザインは現在のランドローバーのチーフデザインを務めるジェリー・マクガ・バン氏が担当した。2006年7月の英国国際モーターショーに出展。北米では LR2 を、それ以外の地域ではフリーランダー2を名乗る。 ボルボ S80 と同じ直列6気筒3.2リットルガソリンエンジンとフォードと PSA グループが共同開発した2.2リットルディーゼルエンジンが横き搭載された。日本仕様においては直列6気筒モデルのみが販売された。SUV とは思えないけど、ただし他のランドローバーモデルと異なりエアサスペンションを装備していないため、いわばモードのない4モードとなる。 ランドローバーを含むグループ内の各ブランドで共同開発したこのプラットフォームを使用するのは他にボルボエース80、フォードギャラクシーなど様々な電子デバイスが標準装備され欧州の衝突安全性の評価をしているユーロ、ンキャップでコンパクト SUV 発となる5星を獲得し高い安全性として評価されている2013年モデルよりガソリンエンジンが ダウンサイジングコンセプトの直列4気筒2リッターターボに変更された。現行グレード、コンパクト SUV、フリーランダー2の予約注文受付スタート。Web9、2011年5月6日閲覧。ランドローバーフリーランダー2ラインナップ一新。Web9、2011年5月6日閲覧。ランドローバー、フリーランダー2をマイナーチェンジし発売。 2013年2月3日閲覧。ランドローバーフリーランダー2に上級装備採用の特別使用者。2013年2月3日閲覧。ランドローバーダウンサイジングしたフリーランダー22013年モデル。2012年12月22日閲覧。ランドローバーフリーランダー2ファイナルエディションを限定発売、電動調整式シートなど装備充実。 2014年8月23日閲覧。ありがとうございます。